さあ、どうも、レオザフトーでーす。始まりました。今回はですね、レオザフットボールによるですね、チャンピオンズリーグ振り返り分析ということで、皆さんと一緒にですね、楽しんじゃうということで、この企画用意しました。見づらいかな？見やすいかどうだろう？これね、画面フルにするとね、逆にうまくいかないっていうね、このなんか変な横が出てきちゃうんで、こうなっちゃうんで、これでもいいのかな？みんな的には。どうだ？近い方がいいか？こういう。ね、こんな感じで今日も一緒に楽しんでいきましょう。音が違うともう一回、今日も楽しんでいきましょう。はい、というわけでちょっとこういうね、試み初めてなんで、これね、それぞれフォーメーションズとかこう作ったんですよ。なんで結構めんどくさかったんですけれども、やっていこうかなというふうに思いますんで、よろしくお願いします。さあ、あ、そうだ、ツイートの方もね、今しましたんで、ぜひとも皆さんの方で拡散していただけたら嬉しいです。さあさあさあ、配信の方ちゃんと行われているかチェックしてみましょう。あ、いい感じだね。もう272人、ありがとうございます。アタランタバレンシア見ましたよ。アタランタバレンシアの話からしていこうと思います。なんでぜひともね、僕はあの普段からアタランタ戦で見てるわけじゃないんで、そういうアタランタ普段この選手がここ出ててとかね、そういうのも教えていただけたらというふうに思いますね。一応 Y スカウトの方で布陣をチェックしとこうかな。まあバレンシアは比較的見てるんですけど、まあ442で、うん、で、アタランタは、まあ、3-5-2、3-2-3-2みたいな形なんですけど、相手の形に合わせて、プレスの仕方変えるみたいな、そういったチームですね。で、ちょっと待ってくださいね。アタランタの方のですね、直近の布陣とどういう風に変わってんのかみたいな話もしていきたいんで、今ね、セリエのサイトの方ですね、開いてて、ちょっとごめんね。そうそう。セリアでアタランタはローマ戦なんかは3バックの真ん中パラミーノで、ジミスティっていう選手が、出られなくなったからカルダラが出たんですよね、今回、うん、ではそれ以外は一緒かな。サパタはローマ戦はスタメンで使われてるんですね。今回の試合はアレハンドロ・ゴメスが前に入ってパシャリッチ使ってみたいな。守備のことを考えたときはどっちかというとこの布陣になってるのかなって思いますけどね。どうなんでしょう。さあ。あとは、全試合見てない私に任せてください。アタランタ、バレンシア。もしかしてプレミア勢全クラブベスト16敗退ありそうじゃないですか。あ、そうか。その可能性も出てきたわけね。まあ、とりあえずですね。アタランタ・バレンシアの話から分析の話していきたいと思います。なんで、皆さんぜひともね、質問とか、なんかこう補足とかしてくれたら嬉しいです。まず、アタランタ・バレンシアなんですけど、アタランタのこの3バックでのビルドアップに対して、ボールをね、ここに出した方がいいですね。3バックでのこの、あ、ごめんね。ディアカビがボールに変わる事件が起きてしまいましたね。このね、アタランタのね、この3バックでのビルドアップに対してね、前半ちょっと形逆なんだよ。前半形逆なんですけど、これに対して、こう、僕が持ってる資料だと、マキシー・ゴメス、ゲデス、ソレールみたいな、こういう形になるときか、もしくは、どっちかのサイドに、こう、片方のサイドに圧縮してるから、こっち側ほっといてもいいみたいな、この2種類のハイプレス使ってましたね。うん。なんですけど、これがね、まあ、機能しきってないっていうか、その理由が、一番ね、理由になったのは、サイドで数的不利にならない3バック。3バックでサイドして逆上がしボールか、ボランチ、トレスのドリブとかに数的不利で。ちょっと待ってね、アタランタのね、そうそう、この形、3バックでクロスロールを使うんだよね、アタランタって。こうウィングバックでこう引っ張ったところにここ降りていくみたいな、その形をアタランタ使うんだよね。あと、こうやってね、乾杯します。あと、アタランタの場合はキーワードがですね、追い越す動き。これがね、すごいなんかアタランタの場合効いてたなっていうふうに思いまして、まあ、攻撃面の話をしていくと、まあ、先制点の、まあ、起点になるんですけど、この、
アタランタって後ろからがっつりつないでいくっていうより、高い位置でどんどんプレスをかけていって、相手の、このなんですか、ボールの動かし方にミスを出すっていう感じなんですけど、ウィングバックが、この高い位置を取ったウィングに対して結構ついていくんですよ。なんで、あれ、デルーン、あ、これね。なんでこっちはハーテブールが出ていってるところに、コーソレールついていくみたいな。ってなると結構両サイドのね、サイドバックが、結構高い位置でボール本来ならこう持てるはずじゃないですか。なんですけど、ここをパブ・ゴメスとかイリシチとかこういうコースカットプレスみたいな。こういうふうにすると。で、低い位置に行く選手にはトップ下の選手がついて、で、もう片方のパレホとか動き回りますけど、そこには、パレホには主にデルーンがついてたね、基本的には。こういう感じ？こういう感じになるんですよ。で、結構開くんですけど、この辺りが結構開くんですけど、これに対して、まあ、ディアカビとかマンガラ、こう、ボールを持ったまま一緒に持ち上がるじゃないですか。ここのくさびに対しては、3バックだから、で、ウィングバックがさ、この相手のサイドハーフにこうついてるじゃん。こういう風にね。だから、両サイドの、このウィングの選手の、こう入ってくるのを気にしなくていい状況なの、わかります？こう入ってくるの気にしなくていいから何が起きるかっていうと、このマキシゴメスとかゲデスとかこうライン間で受ける選手使いたいんだけど、ここにガチーンってつけるんですよ。バチーンって。だから激しい、なんていうの、このライン間空いてるんだけど、この前に出てく守備っていうのを機能させてるから、でこれが機能してるのはなぜかっていうと、ウィングバックが相手のウィングにバチーつくから。だからサイドバックにボールが出るっていうのは、こう一人で二人を抑える動き。こうツートップって言われてるけど、これがツーウィングみたいな感じでリバプール的な守備をするんですよね。で、こう、でもそれでも、ここにこうボールが出てくるときあるじゃないですか、こういう風に。そん時がね、これね、アタランタの面白いところで、ここが出てくっていうね。だからもうすっかすかなの、ここ。すっかすかなんですけど、すっかすかでもいいじゃん。だって人がここにいなければいいんだからっていう。だから、すかすかなんですけれども、結局ここに降りていくときはガツンっていけるし、ここにこの人たちが降りていかなかったら裏だから、裏にはこう対応しようっていうね。これがね、アタランタのすごくなんか面白い守備だなっていうふうに僕見てて思いましたね。うん。アタランタ空いたスペースの使い方がうまい。なんか、スペースを空けようが、相手が人入れてこなかったら、それはただの空いている場所でしかないっていう。そういう考え方でしたね。だからまあ、すごく言うのは簡単なんだけど、やるの難しい。今の流れをもう一回復習すると、ディアカビとかこう、やります。中盤の選手がガーって行きます。で、その時に合わせてコンドクビアとか背中側からこう出てくみたいな。で、すると開くんだけど、まあ、ここにも一応パシャリッチとかこうついてくし、だから、やっぱり、アタランタの選手たちってみんな走れるし、走れるようにトレーニングしてみたいな。北川さん言ってたけど、なんかシャトルラン開発した人をフィジカルコーチかなんかに雇ってるでしょ。そう、全員走れて守備できて、その走り方っていうか、こうなんていうの、チャレンジしていい戦術的なベース作ってあげてるっていう。ガンガンついてけだけじゃなくて、ガンガンついていっても大丈夫な理由があるっていう。ゲデス、マキシゴメスは降りていったら普通ここまでセンターバックついていくの怖いじゃん。だけど、ウィングバックがもうウィングに対応してるから入ってこられないっていうね。入ってきても潰せるっていう。で、あともう一つね、すごいのが、一回戻すけど、このさ、352の守備って、一回クイズ形式にしましょうか。せっかくね、こういうふうにインタラクティブにできる生配信なんで。こういうふうにさ、まあ、352で撤退守備した方がみんな分かりやすいよね。まあ、バレンシアが追い、この押し込んでる状況だとしましょうよ、こういうふうに。押し込んでる状況でバレンシアの選手、まあ、フェナトレスとかはボール持ってることしようか。こういうふうにボール持ってる状況。この時って、バレンシアの攻め方の、セオリーっていうか、532を崩すセオリーって皆さん何だと思いますか？すごく勇気のある考え方ですね。後ろからガツンといったところをかわされた大ピンチャーに。そう。なんで、で、プラス、まあ今のコメント待ってる間に説明すると、今言ったみたいに後ろからガツンっていって奪うじゃん。そのまま前線に奪った選手が出てくるんですよ。パロミーロとかトロイとか。で、前線に出ていったそのセンターバックたちがまたパロミーロである。こういうふうに出ていったまま、この人たち引っ張って、それによって空いてきたこのスペース使って得点してるんですよ。なんで、後ろから出ていく選手だから、
ね、そのままマキシゴメス戻るとかゲディス戻すできないでしょ。だから、相手のディフェンスラインが、え、この後ろから来た選手には誰つく？あ、じゃあ俺つこうかなとか思ってるうちに、本来つく選手を外すっていう。だから追い越していくことによってピン止めするっていう。さあ、ウィングバックの裏を追い越す、揺さぶる。あ、いいですね。さすがですよ、皆さん。サイドトゥーサイド。そう。ウィングバックとセンターバックの裏。うん、おおむねそうだね。そう。で、532の弱点ってそうなんですよ。532と、まあ、352でもいいです。4411とか4123とか、サイドに置いてる人数が、ウィングバックだけになるから、サイドバックとウィングのこの追い越し合いでやられちゃうでしょ。なんですけど、それをですね、ミドルサードの守備の時にやってたやり方がすごいなと思って、この、ちょっと待ってね。そのね、すごい、あ、そんな守備のしか、この守備の仕方は理にかなってるぞっていうのがあって、今、3バックですね。あ、これですね。サイドで数的不利にならない3バック。これはね、10分のシーンなんだけど、サイドでね、フェラントーレスがボール持った時なんですけど、サイドでフェラントーレスがボール持ってる時に、パロミーノが出てくるんですよ。で、バスとか追い越してくるじゃないですか。ここにゴゼンスがこう対応するから、ここで2対2になるじゃないですか。そうするとこうスカスカになるでしょ。これを、全体でスライドして、こういう風にするっていう。だから5バックなんですけど、ウィングバックが出てって、残りで4バック作るか、もしくは、センターバック出てったら残りで3バック作るみたいな。で、この時に、こっちのウィングバックが絞れない時に出るんか、もしくは、フルールが戻って、また中央を埋めるっていう。だから5バックとダブルボランチが、両サイドの迎撃守備を助けてるっていう。普通ならここ出ていくの怖いっていうか、センターバックは3枚中央で守れみたいなのが結構よくありがちなさ、3バックの守備じゃん。でもそうなると、ここのゴゼンスが2対1になって、ここでこう追い越された時にこっち出されたりとかして、よくこういうの見るじゃないですか。ここにみんな突っ込んでくるみたいな。っていうよりも、出元を抑えるっていう。出元を抑えてる間に、ここで、攻撃一旦止まるっていうか、スピードダウンしますから、その間にじゃあ中スカスカなんですけど、ちゃんとみんなで戻って、ね、こういう状態にして中で対応しよう。こっからこっちってなったらまた時間かかってこの辺が戻る時間できますからね。これなんかもう3バック使うチームに、すごくなんていうんですかね、流用できるやり方だなっていうふうに思って。ね、昔ね、去年のね、パブロ・マーチンっていう監督がやってた時のセビージャなんかは、やり方的に面白いなと思ったのが、こう、例えばサイドの選手、こう、フェラントーレスとかボール持ったら、こう出る、こう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 っていう。こういう、初期配置は3バックなんだけど、逆サイドのウィングバックが絞ってきて4バックになるみたいな。このやり方やってて。でね、マンチェスターシティが2シーズン目のプレーシーズンにやってた時のやり方とかも面白かったんだけど、5-3-2 なんだけど、この状態で、こう出てって、これ作るときと、あともう一つは、まあ、アンカーみたいになってて、サイド出てく。中盤ずれる。で、ツートップのうちのどっちかが降りるっていう。で、やり方ってね、いろいろあるんですけど、結局ね、5バックのまま守ってると、どうしても5デコ手になって、相手に後ろで回されるから、常に3バック、5バックなんですけど、センターバックの枚数は多いんですけど、前に向かって守備をできる。高い位置で奪える形っていうのを、まあ、ペップだったりとか、今回のアタランタの、なんだっけ、監督の名前忘れちゃった。なんだっけ、俺。アタランタの森安はじめ監督とかは、やってるんですよね。そうそう、ジャンパ、ガスペリーニ。そう。だガスペリーニがね、ローマ断って、チャンピオンズリーグのために残った、ね、みたいな言ってて。で、ミランもガスペリーニ招集しようとしてダメだったんですよね、シーズン前に。だから、ガスペリーニがミランに来てこういうサッカーやってたら超面白いなと思って。あ、もう、チャット欄がガスペリーニ祭りだ。そう、テオさんのセンターバック、サイドバック、ウィングバック、サイドハーフで、サイドフォワード、うん、442みたいな、そうそうそう。ハテブールの、アタランタ、両ウィングバックもそうですし、っていうか、運動量ない選手いないんじゃないですか。むしろ、イリシッチがちょっと疲れてきて、で、パプゴメスが2トップからトップ下になったところで、ちょっと前線からの守備緩くなったっていうか。そうそう。でね、あとは、で、まあ、全体的にアタランタに対して、そんなアタランタに対してどうすればいいのかっていうところで、守備の仕方って全体的に今、あれじゃないですか、高い位置の守備、低い位置の守備っていうふうに、まあ、僕もざっくり言うんですけど、
分け方としてはファーストサード、ミドルサード、ファイナルサードみたいなピッチをね、今度横に3分割した時のここの守備、ここの守備、ここの守備みたいな。っていう時に、結構奪った後に、こういう風にさ、バランスが崩れてる時あるんですよ。攻撃から守備に変わる時にアタランタの場合。ってなった時に、やっぱここを素早く狙えた時っていうのはどうしても3バックっていうのは後手に回るから、バレンシアチャンスできてるし、で、あと、アタランタの、まあ、弱さっていうか、まあ、ちょっとね、脆いところは、このミドルサード守備、この辺にボールがある時の守備で、ディフェンスラインがすごく高いんですよ。で、すごく高くてボールが出てくる時に、こう、深さ取るみたいな感じなんですけど、その時に、深さを取るタイミングが、なんですかね、こう、ボールが出る時に合わせて深さ取んなきゃいけないんですけど、結局、それ一人一人の判断でボール出るかどうかわからない時とかあるじゃないですか。その時に迷ってる時に利き足側にボールを置けた選手がコンドグビアだったら左だよね。ロングボール出せる時に動いてる選手がいるかどうかみたいな。だから実際具体的なシーンで言うと10分32秒のシーンなんかはアタランタの選手がかなり高いラインを敷いててフォア側にマキシゴメス待ってるんですけどそこ見つけられなくて終わったんですけど、ただそのアタランタのハイラインに対してバレンシアがボール出せるときに裏に蹴って一気に飛び出せる選手いたら面白いなと思って、なんで追いつかなきゃいけない時間帯に空中戦強いゴメス下げてガメール入れてたけど、まあ、ガメールを最初から使っても面白かったのかなと思いますね。でゲデスを左サイドハグして、でもそれだとな、ソレールの守備ってこの後説明しますけどすごい効いてたんで、なんでそう切り替えの時にこことここをすぐ狙えるか、その押し込んだところだとその、3バック真ん中に集中してるし、ウィングバックもさ、低い位置での守備とか強度あるし、で、2トップも戻ってきて守備するから、いかにこう押し込まないで攻撃するかっていう、スピードに乗った攻撃でここの裏をつくかっていうのが大事なところで、なんで後半から、バレンシアがさっき言ったみたいに、ここで潰されるから、ここを狙い出すんですよ。それが構想してたなって思いますね。ロドリゴいたら変わってましたかね。あ、変わってたと思いますね。うん。だゲデスの、ゲデスってセカンドトップでよく使われますけど、ゲデスは左ウィングが一番いいと思ってるんですよ。左ウィングからのカットインっていうか、ツートップの一角はあんまりうまくいかないですよね。さあ、ツイッターでバベル調べてください。じゃあちょっと、この、アタランタ・バレンシアの説明全部終わってからしましょうか。そうだから、アタランタはね、その追い越す動き、それこそ3点目もそうなんですけど、11番の選手だから誰だ？ 11 番のフルール、うん。なんかすごいカットインシュート決めたけど、あれの時も、パブゴメスが裏走る、で、左はゴゼンスが裏走るで、全員が裏走ったから、このバスとディアカビがピン止めされちゃって、このドリブルしてる選手が、前、強いプレッシャー受けないで運べたっていうところあるから、やっぱ追い越していく選手の多さっていうか、意識の高さが、この、ボール持ってる選手をすごく助けてるシーンが多いですね。追い越す奥行きを作るっていう。だ結構ね、移籍金高い選手とかね、給料高い選手集めると、オンザボーラー多くなったりとか、追い越す動きしない選手が多くなって、押し込んではいるけど、スペースないから点決められないっていうね、レアルマドリードだったりとか、あと、どこだろう。押し込んでるけど点決められないみたいな、なんかよくありますよね、そういう現象。で、最後は、それでゲデスがね、プレスずれるんだよ。前からのプレスでさっき言ったみたいに、まあ、後半なんでちょっとサイドを変えますけど、ゲデスの前からのプレスが、こういうふうにコース切りながら行ってほしいところを、中央マキシコミスを抑えてます。で、間に顔出す選手も、ファルホが前へ出て抑えに行って、みたいな時に、ゲデスがここ切れずに、前向かれてやばくなるみたいなシーンがあって、この後チェリシェフにゲデスが交代して、で、ゲデスのところはチェリシェフになるんですけど、チェリシェフ左サイドに入って、ソレールがセカンドトップになって、ここの抑えがすごい上手くなるっていうのと、あと、チェリシェフがハーデブルとかにこう引っ張られても、その降りてくデルーンとか、どうだったかな、11番だから、降りてくフルールに引っ張られても、午前線に引っ張られても、降りてくフルールに対して、こうパレホがついていって、この3トップの作り方、3バックに合わせる3トップの作り方とかで、
中盤からこう、ダブルボランチ一回出ていって、で、逆側の選手がこう絞るみたいな。サイドハーフが上がってスリートップ作るっていうよりも、ボランチが下がっていったところにパレオがそのままついていったりして、そう、パレオの判断なのか、チーム全体で守備の仕方を変えたのかまでは分かんないですけど、そういう守備の仕方をすることによって、アタランタが前プレーちょっと苦しむようになるみたいな。苦しめられるようになるみたいな。結局その流れ持ってきたところから、アタランタ自体の、まあ、奪ったところから横パスのミスで失点して、で、最後ね、一個だけね、言いたいのは、カルダラからサパタに変わるんだよね。カルダラからサパタに変わって、で、あれ?4バックするの?っていうふうに一見思うんだけど、こういうやり方をするんですよね。はい。こんな感じ?うん。そう、デルーンをね、3バックの一角に下げるんですよ。これによって何が起きたかっていうと、さっきとね、守備の形は一緒で、相手のサイドバックのね、上がりに対してね、サイドハーフが、ウィングバックがついていって、フェラントーレスは上がりに対してゴゼンスとかがこうついていって、で、両フォワードはこういう風にね、高い位置を取ったサイドバックに対するコースを切りながら、あ、ごめん、間違えた。ガヤじゃなくて、こっちだ、チェイシューだ。で、ここへのコースはイリシッチ切る、こう、こっち切るってやるんですけど、すごいね、サイドバックをめちゃくちゃ高い位置に上げるようになったんだよね、バレンシアは。で、高い位置上げるようになって、で、どうしたかっていうと、上げるだけじゃなくて、パレホがこういうとこ降りてくるようになったの。で、パレホが降りてくるだけじゃなくて、このクロースロールを、ちょっとずれんのよ。だから、イリシッチがコース切りきれなくて、こっから起点ができるっていう。で、こう降りてく選手に対して、フルールとデルーンだったら、かなりこう、さっき言ったみたいについてくんだけど、デルンが左センターバックへ。チェイシューがピンのビシー、サイドバックに押し合い。そうだね、ここがパレオ行くときに、パシャリッチが出ていけてないんだよな。パシャリッチが、そうそう、さっき言ったみたいにさ、サイドバックにボールが出たら、こうボールが出たら、パシャリッチ、こう中央の選手出てくって説明さっきしたじゃないですか。ただ、ガヤが高い位置取って、パシャリッチはこう出てくるんだけど、パレの方の方にも出ていくと、今度こっちが開くみたいな。っていうのがあって、なんで、この、まあ、中盤の守備の仕方が、パプゴメスがトップ下になって、フルール・パシャリッチになった時に、ここの判断どうするみたいな、このパレホのアンカー落ちをイリシッチがこう切れてないと、このね、こっち側で、この言っちゃえば、パレホ、ガヤ、チェリシュ、この3対2の状況になるみたいな。で、ボールを運べるっていうのがありましたね。うん。なんで、この選手たちがピッチ上でただ判断してるだけかもしれないですけど、それこそパレホが前からの守備の仕方で攻撃のビルドアップの作り方を判断してるだけかもしれないですけど、実はそれによって、ちゃんとバレンシアにも、ただ1点取って勢いが出てきただけじゃなくて、勢いが出る理由があったっていうのを説明したくて、今回ちょっと取り上げました。なんでパレホがね、フィア20で、ね、スピード遅すぎてクレーム出したみたいに言いますけど、ね、スピードが遅すぎてもいいぐらいのですね、頭の良さっていうのを出してる。うん。ね、顔がろうそく溶けたブスケツみたいな顔してるわけじゃないんだぞっていう、ね、してるだけじゃないんだぞっていう、まあ、そういう話でしたね。なんで、まあ、これ以上ね、もうちょっと細かいとこも書いてるんですけど、その辺なんかオンラインサロンのね、グループチャットというか、そちらの方にまた、ね、レポートの、ノートっていうかね、台本あげようと思いますんで、よかったら興味ある人はですね、オンラインサロンの入ってください。ちょっと宣伝みたいな流れになったから、一応これ書いておこうかな。そうそうそう。で、またそういったね、イベントもありますんで来てくれたら嬉しいです。皆様のコメント。バレンシア弱いみたいになってて悔しい。というか、バレンシアに対する守備の約束事を、すごいはっきりさせていましたね。アタランタが。そう、スリーバックですね。まあ、それ以外、今説明した以外の部分のやつは、そういった、ノートの見ていただければというふうに思います。アタランタ・バレンシアはね、だからそれこそ、ゴールの時も死んだけど、だからイリシッチと、パプゴメスと、パシャリッチ、この3人の関係性がね、すごくオシムジャパンっぽいっていうか、それぞれのキャラクターと、うん、やることっていうのがすごい面白くて、それなんかね、ノートの方に書いてありますんで、ノートっていうか、オープンチャットの方にあげるレポートの方見てください。
さあ、このタイミングでバベルツイッターちょっと調べてみましょう。ね。てか、ボケツク調べてくれるんだったら。今日ね、ちょうどスタッフのボケツクいるんで、ちょっと配信の方止まっちゃうのもあれなんで、ありがたいですね。最近やっぱり見れる本数ありました。もともと僕はあんま見てないんですよね。うん。そうそう。そうそう。あ、どんどん来たわ。早いね、今日。パレホ、バレンシアじゃなかったらもっと評価高そう。もともとね、セビージャとかに移籍しようとして、それでファンに嫌われてみてありましたよ。あとは、ポケチ開け方わかんない、もしかして。それだって爆発するわけじゃないから、いろいろ押していいんだ。ずれて。会場って書いてある。はい、あとはやっとさんと同じやん。あ、そうだね、やっとさんとか中村健吾はそんな感じですね。レオさんっていつからサッカー好きになったのですか？一昨日ぐらいですね。あとは最後に体を変えた理由は何だと思いますか？あの交代前僕が見た時もしてるんですよね。普通に運動量が落ちてきたっていうのは当然あるでしょうけど、あとは、切り替えの時にセンターバックとウィングバックの裏を使われるようになったんで、機動力のある選手が欲しかったのかなというふうに思いますね。バベル？どうしますか、うん、はい。ライアン・バベル、ファールに納得がいかず、板倉選手に近づき、大げさだと言わんばかりに真似をして、盛大に煽りまくる。いいっすね。だし、ここだけ切り抜くとあれだけど、ヘタフェもファール1人 1試合1枚もらうのは OK みたいなチームなんで。ゾメお疲れ、お疲れ。お疲れ。なんでバベル自体もイライラしてたっていうのは絶対あると思います。あとは、レオさん、フィジカルが弱い選手がボール循環のためにアンカー入るのはどう思いますか？フィジカルが弱いのレベルにもよりますけど、カバーリング範囲狭い選手の横に広い選手つけてあげるっていうのは対応として必要で、なんで、それこそ、まあ、例えばサンペールとかがそれになると思うんですけど、サンペールの場合は、このね、言っちゃえば、アタランタと一緒で、サンペールだとしたら、その横を守れるシステムあるし、その横に山口蛍が来るっていうのもあるしっていうので、こう、選手と戦術をこう掛け合わせて、弱点を戦術で補ってっていうのできてるからいいかなと思いますね。あとは、じゃあ続いて、次のチーム行きましょう。どんどん時間もありますんで。ね、リバプールアトリシコは、もう、プレビュー動画で結構当ててたし、いいかなって思うんですけど、なんか逆に聞きたいとこあったら聞いてください。一応僕の中では、やっぱり、アトリチコのやり方的に、疑似3バックっていうか、切り替えの時に、切り替え攻撃の時に 3-4-3 になるっていうのを提示したんですけど、まあ、あれをね、まあ、シメオネが、まあ、やらないっていうのは分かった上でっていうのは、あの時前置きしたじゃないですか。ね、シーズンの最初の方は、最初っていうか、去年は考えてた形で、それをリュカ・エルナンデス残ってたらやりたかったでしょうねっていう、シーズンの後半に試してたんで。なんですけど、そんなシメオネが、まあ、考えた、リバプールに対してボールを運ぶ方法っていうのが、ああ、それがあったかと。これなんかは予想できてたらかっこよかったなって思うのが、ブルサリコっすよね。ブルサリコが、まあ、あれですよ。全部は語りきれないんで、全部知りたい人はよかったら、リバプール対、アトリシコ対リバプールの試合のリアルタイム分析見てくださいね。ブルサリコが高い位置取って、ここでの空中戦、ボーンって来たやつをここで内側に落とすみたいなやってたじゃないですか。なんで、こっちはゴメス、アレクサンダー・アーノルドとモラタの競り合いで勝って、こっちはブルサリコの競り合いで勝ってみたいな。なんで、ボール運ぶ形っていうか、ロングボールから拾い合いで、この形持ってたっていうのは大きいと思うんですけど、ただこれがホームで大声援ある中で、選手のモチベーションも上がってっていうね、締め骨も煽りまくってロックスターみたいな、ハルク・ホーガンみたいになってましたけど、あれをできるから、これは形いいけど、リバプールの、ホーム、アンフィールドでやるときには、拾い合いでリバプールの方がブーストかかる可能性あるから、やっぱりある程度ボールを持てる形っていうのは必要かなっていうふうに思うんですよね。アレグリの時のまんじゅうじゃん。うん。マジネイマルうまく使えたらもっと強くなれるよ、アトリシコ。うん、レマルは来シーズン移籍かな。ライン間を、レマルが使って次に展開するみたいな。それこそね、
アーセナルがエジルの後釜にねやってるんじゃないかっていうのも分かりますよね。そう、あとはヘンダーソン消されてた。なんでアトチコにボール持たせなかったのか、まあ、持った上であの蹴るのを選んでくるってありますよね。そう、試合見なくていいやとならずに自分で確認したくな解説本当にありがたい。いや嬉しいね、そう言ってくれると。さあ、ね、アトチコレマールトップ下でザルツブ的な感じありませんかね。 4-3-1 にもやってたんですけど、結局シメオネのアトチコが 4-3-1 にやるときってその時に使われる選手にもよるんですけど、強いチーム相手だと、まあ、こういうことでしょ。こういうふうになった時に、揺さぶられて、まあ、よくあるリバプールのサイド使われるのと一緒ですよ。こういったところに起点できるとか、スリーセンターが間延びした時の間使われるっていうのはあるんで、この問題を解決できなかったでしょうね。なんで、まあ、いつも通りのやり方に戻ったんですけど、まあ、これがね、トーナメントだといいんですけど、リーグ戦だと、まあ、取りこぼす理由っていうのは、まあ、皆さんにいつも説明してる。うん。こう段階的に相手を崩す形をアトリチコが持ってないからってことですね。そう。で、まあ時間もありますんで、後で戻りますね、もしも。聞きたい人っていうか、知りたい人がいたら。さあ、一応ね、ゾメがいるってことは、この後ね、ライフハックチャンネルの配信ありますんで、そちらも楽しみにしてください。こんばんは。なんか聞こえてきたな。さあ、では続いてですね、リバプールの方はまあ、普通に話しますんで、続いて、ああ、そうかそうか。生配信でやった、スパーズ、ライプツィですよね。スパーズライプツィは皆さん結構ご覧になったでしょうか。意外に、これリアルタイム分析の最後の方にね、やった分析なんかはですね、ぜひ皆さんに、まあ、見てほしいというか、どうなんですかね、逆にというか、みんながさ、考える、リアルタイム分析の方を見てなかった人が考える、デリアリを交代した理由。そう。コスタフェリックスが戻ってきたらどんな感じになりますかね。まあ、ジーゴ・コスタ、このね、最後の方ちょっと出ましたけども、ジョアン・フェリックスはちょっとグリーズマンと違って、ボール受ける位置っていうのを細かく考えない選手なんで、それはもうずっとね、動画の中で言ってますけど、久保との比較とかで。なんで、ジョアン・フェリックスがボールを受ける位置を考えられる選手だったら怖いですよね。まだ見れてない試合の、シティの試合見てた。サラは相手の重心を見ながらドリブルっていう方ではないかな、単純に抜くって感じだしな。あと、体の幅とか使ってね。モーリーには形は変えてないって言ってましたね。うん。そうそうそう。さあ、フォーメーション図を後ろのテレビで映すよりも前みたいに画面上映した方がいいと思います。そちらの方が見やすいので、生配信だとね、埋め込めないんですよ。僕が持ってる機材だと。っていうかまあ、OBS 使えばやれるんですけれども、普通に音声が悪くなるっていうね。まあ、いろいろやり方あるんでしょうけども。さあ、エンドメイを使ったのはプレスをかけるのがありよりかけられるか的な話ですか。うん、まあ、普通に試合の流れのが説明すると、結構ね、試合自体は結構停滞した理由があって、まあ、3バックプラスゴールキーパーでこう回す形で、スパーズが2トップが、制限かけきれなかった。まあ、こっち側に出した時とかに、こう、同サイド圧縮してみたいな形なんですけど、それもキーパー経由して戻されるっていうのが一つ大きくて、ただ、ライプツィ自体も一個飛ばしのパスが少なくて、それによってライン間を使えないってありましたね。で、その状況の中でベルナーがなぜか降りてきて、ベルナーのクロースロールっていうね、ベルナーが一番なんでそれやんのみたいなね、うん。そう。イークラのドリブル突破ぐらい不思議だったんですけど、僕の中で。こういうふうにベルナーシックヌクンクでライン間使ったり裏にやってっていうところをやりながら、あとあれですね、ゲドソン・フェルナンデスがアンジェリーノにそのままついていってるから、より一層ハルステンベルグがこうボール持ちやすくなってるっていうのはありましたよね。あとなんだっけ、試合中に自分が言った解説はあんま覚えてない。あとライマーの切り替えの時の守備がすごい早かったんですよね。でデリアリの動きが決して悪いわけではなかったなっていうふうにやっぱり見直して思うのが、ここのね、例えばこういうふうに同サイド圧縮をして、キーパーに戻したときに、ちゃんとこのときにクロスターマンの方に行ったらやばいから、ちゃんと間のポジション取って、
行くところに合わせてちゃんと守備をできるようにしてたんですよね。だこういう時に一個ずつ前に出ていってみたいなやり方、こういう一個ずつ前に出ていってみたいな、こういう形にするみたいなやり方をモーリーニョ用意してなかったから、だからより一層押し込まれる時間が長くて、ああいう PK になった。だからね、PK ってね、一見不運に思われがちなんだけど、選んでる戦術が相手にボール運ばせて、それによって裏空いてくるから、そこにね、それこそ、サイドのアップダウンしながら、ここ狙える選手とか、中央からサイドに流れる選手とか使ってる理由だと思うんですよね。ベルナーってサッカー IQ 低い。低いわけではなく、普通に今のチームだと、まあいろいろ自由が許されてるというか、うん、権利を与えられてる感じ。で、権利を与えられてる選手が自由を謳歌してるパターンと、責任感からなかなか前にいい形でボール来ないな、じゃあ俺が下がってった方がいいなっていう、実は前に残ってた方がいいのに下がっていっちゃうパターンもあるんですよ。最近ね、メッシの、インタビューみたいなのを送ってくれて、リプライありがとうございます。それで見たんですけど、メッシがイニエスタとかチャビいなくなったから、ボール回んなくなったから、自分が降りてくようにしたっていうふうに言ってるんですよ。ただ、まあ、バルサの話、この、あれ図ですの難しいんですけど、メッシってバルサで言うと、今のヌクンクの言っちゃうんですよ。で、メッシがこっから降りてくんですよ。なんですけど、そうなると、この、右のこのハースペース使う人がいなくて、で、その時に、ここはセメントとかだと、まあ地獄でもう誰もいないみたいな。だからこっちの攻撃死ぬじゃないですか。だから全員こっちにいるところを使うしかなくて、結局こっちで詰まるみたいな。で、この辺でメッシが持った時に、みんな走るけど、これ、わかる？斜めの波使っても、ほら、もう誰も数的優位にならないみたいな。数的優位っていうか、誰も浮かないみたいな。結局、ここに人がいることに、結局下がってく人はいるけど、下がってく選手がボール持った時に、ちゃんと、この、ハウスペースを誰かが取ってることによって、それによって、こういう斜めの波を作れるから、そう、だから、メッシが下がっていくなら、下がっていく分、ここを使う選手っていうのが必要なんだけど、そこの判断をセルジオ・ベルトとかできて、またビダルとかもできるんだけど、できない選手と一緒になると、メッシが下がっていくこと自体が、ボールは持てるけど意味はないみたいになってるっていう。もしかしたら、メッシが本当に責任感からやってるんだったら、メッシにそれやるなって言える人いないだろうから、それをやれる選手を、メッシが下がっていった分、ここ使える選手が必要だなっていう。で、パリ・サンジェルマンの、トゥエルがすごいのが、マインド。ファンタスティック4を全員使うと、イカルディ、エンバペ、ネイマール、ディマリアだから、ネイマール下がっていっても残り3人がいるから、ハーフスペースに3人配置されるんだよね。ただ、ネイマールが下がっていくと、ネガトラ弱くなんだけど、きちんとここにいるから攻撃完結させられるっていうのは大きいかなって思ってますね。そう、デヨングも上がってる。そう、ロナウドもチームのリズムを歩いてやたらサイド降りてくる。そう。で、それが結局得点につながってないでしょ。ロナウドサイドいたおかげでよかったって時、ほんとないでしょ。結局最後にロナウドここいた時はいいじゃん。だいつも言うアップルのさ、スティーブ・ジョブスが昔言ってた、結局全事業の2割か3割が成果を出すから、いらねえもんどんどん捨ててった方がいいんだ、みたいな。そう。それで言うと、ロナウドのそのサイド流れだったり、メッシの降りていく役割だったりとか、ね、そういうのは捨ててった方がいいのかもしれませんね。ただ、捨てた方がいいって思った先に金脈がある場合もあるし、例えば僕、お笑いやってた頃は、ね、サッカー見る時間もネタ書いてた方がいいっていうふうに思ってたはずなのに、サッカー見続けたら今こういうふうになって、こっちがメインの仕事になってますから、だから結局誰と出会って、うん、だからある意味コンサルというか、まあ、メッシがそういう動きするんだ、ロナウドがそういう動きするんだなっていう。だから、ロナウドがサイドに流れるところを、制さないから、マティリディ使って、どんどん、ペナルティエリア走らせてたのが、アレグリのサッカーですし。ね、メッシが下がってくんだったら、その分、ここで仕事する人ってところで、ビダル出してたのがバルベルデですから、やっぱそういうところにね、理にかなったところっていうのが、名将たちにあるなって思いますね。で、最後、その、デリアリの話したいんですけど、デリアリを下げて、デリアリ下げて、あの人、誰だっけ？ラメラだっけ？ナメラと、あとは、ゲドソン・フェルナンデス下げて、ウィンクスか。
ちょっと交代のあれ違った。でもまあ、2枚買いしましたよね。じゃあ、ウィンクスって言ってた。エンドメレだ。エンドンベレを入れて、あれ？エンドンベレ、エンドンベレって。そう。で、こうだったよね。で、こうだっけ？で、この時に守備の仕方を変えてるのかな、変えてないのかってやっぱ変わってなかったんじゃないですか。まあ、生配信チームも言ったんですけど。で、まあ、その時と重複する話になるんですけど、そのさっき言った、3プラス1で4人で回してるところに2トップだから、これ本当だったら、ね、やり方をこういうふうに変えたりとかして、3-3で回せなくして、キーパーに行った時に、自分がマークついてる選手にこう行って、蹴らせて回収するっていうのがいいと思ったんですよ。ただそれをモーリーヌがやらなくて、どうしてんだろうなと思ったら、その途中のシーンでね、60何分だったかね、この、サイドでボール持った時に、ハッセンベルグがボール持った時に、モーラーとベルフアインが、ここに行って、それで、アンジェリーノ出した、こう、行ったところで、こう戻そうとしたんだよね。相手が寄ってきたから、同じ守備の仕方で。で、この時に、普通なら縦パス入れたいけど、今見てもらってる通り、こう全部ついてるから。そう。で、エンドンベルとか強度高い選手入ってるから、ここで無理してパス出して、エンドンベル奪われて、こう持ってかれたら怖いから。だから多分、ハルステンベルグは戻す。判断したね。この時にね、ベルファインが、アンパドゥーから背中側からこう狙ってるの。で、この3人で回して、同サイド圧縮された時はキーパーに戻すって形を、ライプツィずっとやってたから、ここ戻して、戻す時にこう足使える選手が、そのバックパスを、戻した時を狙ってバックパスかっさらうみたいな。だからこそ、そのハルステンベルグが失いかけたシーンで、モーラがファール取られた瞬間に、この、奪った時にモーリーニョを喜んでファール取られた瞬間ふざけんじゃねえみたいな。だからそういう狙った形が出たからあのガッツポーズみたいなのが出たのかなと思ってて。だからこそ僕はデリアリよりもこの直線的なスピードがあるベルファインだったりモーラを残したのかなと思ってますよ。で、中にパス入れられないように、こう何数的優位の4バックと3トップですから1枚ここ余ってて、で、この中盤のライマー、ザビッツァに関してはエンドベイとウィンクスがつけて、で、逆サイドの選手とかは2人を見れて、で、こっちは全部ハマってみたい。まあ逆になったら、これが逆なんですけど。なんですけど、これがね、まあこういう考え方でやろうとしたんだろうなっていう、こう、1-0 だから、次の試合で、普通に、2点取って勝てばいいから、2点取られてホームで負けてたら、アウェイゴール2になったからきついけど、アウェイゴール1の状態だったら、かなり望みあるっていう、モーリーニョのすごいリアリスティックな考え方かなって思ってたんですよね。1000人超えました。ありがとうございます。デヨングは理論派ではなく感覚的にサッカーやってると思ってるのは俺だけからある程度直感で動いてるように見える。直感は絶対あるんですけど、そこにリズムをやってます。なんでかっていうと、試合終わった後にデヨングが自分の映像を見ながら、勉強してる映像みたいなのがバルサで上がってて。で、そのね、その根っこのセンスってあるんですよ。言わなくてもできる力っていうか、あと、中心選手と同じ絵を見える力。うん。それを僕共感力って言うんですけど、共感力がない選手ってバルサで生き残れなくて、じゃあその共感力を鍛えるにはどうすればいいかっていう練習のとこまでは僕落とし込めてないっていうか入り込めてないんですけど、だから今あのね、バルサが強かった時ってペップのチャンピオンズリーグ取った時もそうだし、エンリケが取った時もそうなんだけど、ダニアウベス、サイドバックのダニアウベスが共感力がすごいんですよ。もうメッシとの連携すごいし、チャビとの連携すごいし、そういうとこで攻めとはそれが全然なくて、攻めとロベセルジロベルトはある程度あるみたいな。だサイドバックが共感力あると前線に言っちゃえばミッドフィルダーだってウイングが一人増えるみたいなことですから。なんでそういう選手を、なんですかね、こう人工で作れるのか、もともとセンスある選手しかできないのか、それはわかんない。その辺はもうちょっと勉強します。なんで皆さんもいろいろ考察してください。そう、シンクロ力。あ、いいっすね、シンクロ力。そう、だから、そのチームの、バルサナのメッシだけど、そのチームごとに絶対的な中心になる選手いるじゃん。っていうか、中心がいるチームの方がどういうサッカーをすればいいかっていうのが全員がさ、言っちゃえば、旗頭っていうか、コンパスがある状態。こっちに向かうぞっていうのがある状態だから、そこに合わせればいいみたいな。だから、ロナウドがいるときには、ロナウドとの共感力ある選手が必要だし、今のマドリーだったら多分、ベンゼマとの共感力なんだよね。だから、アザールはやっぱりすごいし。
ってなると、その中心選手が誰か分かんないチームっていうのは、やっぱ弱い傾向がありますね。そう、サッカー IQ とはちょっと違くて、瞬間瞬間のパスだったりとか、自分がパスした後の動き直す方向とか、あと、マイナスから折り返すときに、普通にゴール前に滑らせるのか、ボールを。もしくは折り返したところでフリーのメッシ使うのかとか。だから、バルサーが今取ってくる左サイドバックは、ジョルディ・アルバ以外、共感力低い選手ばっか取ってきてて、多分今後取ってきて合うんなら、バレンシアのガヤとか、そういうところになりますね。で、そのね、森のところで紹介したかったのがあって、それがね、これかな。スパーズジャパンさんのね、記事が、モーディーニョのね、記事を翻訳してくれてて、それを読んだんですけど、それでね、ちょっとね、あれ、モーディーニョ大丈夫かって思ったコメントがあったんですよ。これですか。まあ、いろいろ記者とやりとりしてるんですけど、ちょっと、スパーズジャパンさん一度お会いしてね、レオザフットボール応援してくださってるらしいんで、ちょっと、ツイートっていうか、リンク貼っておきますけど、このね、記事の中で言ってるのが、この、ベルフワイン、ルーカスとベルフワインは2人とも疲労困憊だった、2人は完全に全てを出し尽くしてくれた、みたいな。ラメラはチームに合流してトレーニングを一度もしてないっていう。その選手たち残して、もしくは投入してデリアリ、まだ走れたのに、下げたのみたいな。我々のベンチには攻撃的な選手が一人、チーム練習を一度もしていなかったウィンガーだけだった。試合の終盤に私がチームの陣形を変えて、ルーカスとベルファインを中央でプレーさせようとしたとき、その二人は疲れ切っていた。彼らはとても疲れ切っていたんだ。だからこのフットボールの試合を先ほど記者が分析したい方法で分析するととても簡単さ。得点したチームが、試合に一度で勝った。それがこのフットボールの現実。それでおしまいだ。皆さんお開きだって感じで、なんかその記者のことを攻撃して終わってるんですけど、そのモーニーニョが言ってる通りだったら、より一層、まあだから、まあ次のステージにかけたってこと言ったらそうだけど、ベルファインとモーラが走れてないんだったらさっき言ったやつっていうのはただの僕の考えすぎになるから、どういうことなんでしょう。逆に皆さんとね、これ話し合いたい案件ですけどね。ね、なんで残したんだ。共感力って本のタイトル合いそう。デヨングとかウンティとかバルサーよく見てたからやっぱり共感力高いのかな。ウンティティが、あの人、ラングレより使われるのはチームメイトに対してそのポジショニング違うだろう、いやこうなんだよっていうのを指示するシーンが多いんで、めちゃくちゃサッカー IQ 高いんだと思います。っていうか、あれウンティティではね、確か指導者になりたいって言ってるの。そこの具体的な答えがあるからピッチの修正力っていうところで置いてるのかなと思いますけどね。僕はジョルディアルバ使えない試合はウンティティサイドバックにするかラングレサイドバックにして、右肩上がりの 3-4-3 可変するべきだと思いますけどね。走れてないとか90分間走り切ってくれたって意味じゃないですかね。あ、そういうことなのかね。ね。でも中央でプレーさせようとした時疲れていたって言ってますから、ね。翻訳が間違ってなかったら、やっぱり疑問は残る感じになりますね。こんな感じで、まあ今喋りながら、まああとはリアルタイム分析でね、その瞬間瞬間に戦況に合わせて喋っていますんで、よかったらそちらの方も見てみてください。レオさん、ただいまお帰り。ね、ジョルディアルバメンタルコントロールできればね、まあね、アンフィールドのね、奇跡を起こされた時のミスばっか取り上げられますけど、ジョルディアルバがメンタル弱いって思ったことは一回もないですけどね。そうそう、どっちかっていうと、ファーストレグでデンベレが外しまくったところの方が怖いですけどね。あと、メッシ以外誰も決められないとかね。どうしてもこういう宣伝見てる人がフォローしてあげないとな、選手はかわいそうな思いするときあるからね。そして最後、ドルトムントパリ・サンジェルマンですよ。これね、セカンドレグでベラッティが出られないんだっけ、ゲイが出られない、誰が出られないんだっけ。で、逆に、ロイスが戻ってくるんだよね。あとは、アカンジが調子悪くなってモザカドゥ使われてるとか。
デンベレをモクサ外したのに笑顔でメッシと握手してたのすごい。笑顔だったっけ？なんかメッシが外して落ち込んでるところを、あ、違う。デンベレがそれ外すっていうのを外して、メッシがマジかーいってなってるところを、デンベレが起こしに行くっていう。あ、ベラッティか。さあ。あとは、そう、ファーストリーグでとどめさせたシーン結構あった。縦出すと見せかけて中に切り込めサイドバックが強い。プレスがあまりかけるときに剥がすことはできるって最近は特にそこの差が勝敗を分けてるか。それをできる選手って高いんですよね、お金。この間マドリーセルタ戦で、マドリーとセルタの一番違いって一人一人のボールを運べる距離っていうね。一人剥がせるかどうか力っていう。だからマドリーのサッカーってこうビルドアップの型とかがなくてもゴリゴリいけちゃうみたいな。っていうのがありますよね。ムニエ出れないの痛くないですか？ただね、ムニエに関しては、やっぱりセンターバックの背中守るっていうのが、やっぱりサイズある選手って逆にそこにおろそかになったりするんだよね、サイドバックで。ケイラーは出れないんだっけ？なんとかできそうだけどな、ムニエだったら。で、クルザーのとこにあれでしょ？ベルナと戻ってくるでしょ？これに関してはこの間のね、動画で全部、ほぼ通常動画も出したから、それを話すかっていう話になってくると難しい話になってくるんですけれども、例えば、レオザク試合メモの話で言うと、話してないやつ、話したいよね。ドルトムントバルサで言うと、そう。エムリちゃんがね、このドルトムントアーセナーの話すると、おもろかったのが、3バックに3トップでこうはめれるじゃないですか。こういうふうに。はめれるときに、この、ベラッティがこう降りてくるんですよね。ベラッティ、あ、やべ、ごめん。ベラッティがこう降りてって、ボール引き出そうとするときに、エムレちゃんはゲイエンについてなきゃいけないみたいな。エムリちゃんは原因についていかないといけなくて、ビゼルが降りていくと、ここのスペースがすごい空いちゃうから、ビゼルって刺してごめんなさい。ここは空いてくるから、ビゼルはここに残りたい。だから、ベラッティ浮いてくるって時に、この、ボールがマルキーニョスがこう持ってたから、この時にこう通されるとまずいから、ハーランドにこっちをカバーしようと、こっちをマークしよう。今はこうじゃなくて、こうだっていうのを、エムレちゃんが教えてたのがすごい面白かったなと思って。エムレちゃんお兄さんだったなっていうね。そうそう。で、ハーランドは欲しいところで、全然サンチョがくれなくて、あーみたいになってて。あれがもうこのままゴールどんどん重ねていったりして、またサンチョもね、もっとビッグクラブとかに狙われて出ていったりすると、ハーランドにみんな集めるみたいなサッカーにどんどんなってくるのかな、みたいな。メッシが最初の頃は、エトーだったり、ロナウジーニョに全然頭上がんなかったみたいな感じの、でも今はメッシにみんな気使ってるみたいな。そういう、なんていうんですかね、こう人間関係とか先輩後輩とかいろいろ変わっていくところ。すごい思いますね。レオさんがあそこまで褒めるの珍しかったから、パリ注目して見てたんだけど、いまいちだったな。ネイマールとかのコンディションから。一時期よりは全然してて、ただネイマールもディマリアもプレスバックがそんなずっとは機能してなかったですよね。そう。サンチョ、球離れ悪くない。うん、ただ、ドリブル持てるから球離れ悪くなるんだよ。結局、今回はネイマールもそうだけど、人に預けるより自分で行った方がかわせるみたいなね。あとは、そう、昨日言ってないとこで言うと、そうそう。まあね、昨日の、541、本当の意味の5バックっていうのを、ドルトムントがやってたのはね、ムニエとかウィングバックが高い位置取るから、そう。むしろ、ここのコースがなくなるから、サイドはある程度離しといて良くなっちゃって、なんでネイマールが降りていった時にピッチェクバチンってつくけど、ここへのカバーが早くなって、トルガンアザールのプレスバックもすごい、ビテルマいるからネイマール包囲網っていう、こういう感じになってますね。トルガンアザールのプレスバック力っていうのはすごいですね。加入したての頃そこまですごくなくて、いや、アザールが普通に突破力なくなった感じだと思ってたんですけど、エデンの方がお兄ちゃんが。最近はそのプレスバックで強さを見せるようになってますね。
こんな感じですかね。あとは気になったコメントとか読んでそれぞれ答えていきましょうか。仮には4-2-3-1やってほしい。まあ、次節はホームですからね、3-4-3に対してもっとはめやすいフォーメーションすると思うし、ね、ディマリアを使うのかどうなのか、ディマリアが守備できないってなると、マインドの D をサラビアンして、ね、ミンスにした方がいいですからね。ミンス弱そう。ネイマールが怪我からの復帰タイミングについてクラブに文句言ってた。早すぎるってことですか？アザール3兄弟の一番下が一番上手い説って本当なのかな？それ亀田3兄弟の時も一番下が一番強い言われてたけどな。ハキミがレアル戻った時カルバハルの代わりになれますか？あのね、ディフェンスの時の判断だったりとか、サイドの高い位置の仕掛けだったりとかそういうのはいいんですけど、守備の強度もある程度あるんですよ。ただ、カルバハルがセンターバックのとこ守るのか、カゼミロの横守るのか、前出てくるのかみたいな判断がすごすぎるから、もしかしたらバスケス出してそこに使ったりもするかもね。遅すぎ、遅いから。もっと早く使えと。あとは、キングダムでいう本能型の武将のような監督がいるとしたら誰ですか？本能型。西野さんとかそういう感じになるんじゃないですかね。理屈じゃないけどなんか勝ってる時ある。ジダンか、一番。あと少し話変わりますが、ブライス・ホワイトは活躍できると思いますか？いやー、レガネスで。でもね、サッカー IQ低いとは思わなかった気がするんだよな。だってレガネスでブライス・ホワイトと、エンネシリのツートップがすごい良かった気がして。ただあれはレガネスかわいそうだよね。違約金払われたから持ってかれちゃったみたいな。僕はフォワード取らなくてもいい派ですからね。バルサが。あ、ボアテングみたいなやつ。ボアテングよりもオフザボールの動きいいっすよ、でも。でもクラブの決定は尊重するって最後言ってましたね、今の。なんかね、取ってつけたような感じですけど。キングダムここ2、3週間の展開残念です。まあ、ここ見に来てる人は、キングダムのここ2、3週間のね、展開嫌だろうな。なんか、あ、そういうんだったら他の漫画見るわ、みたいなね。なんかそういう風になるだろうね、確かに。そう。まあね、レオザフットボールね、直接あるリアルイベントの開催決定しました。で、J リーグ今日ね、近J開幕しましたけど、山中ずっとサイドバックに使うときに同じ状態出るね、センターバックの裏守るときとか、ディフェンスラインに入らせると怖いっていう。山中使うんだったら、それこそね、ディフェンスラインに入れない、ウィングバックとサイドハーフ行き来させるね。それこそゲレイロ役だよね。山中がやるべきなのってね。あの辺の適性わかんない監督だとな、寂しくなるよね。そう、アーセナルのサッカーとかもそうですね。やらせ方的には。さあ。あとは、庄司の宮本監督の下でやりたい発言はゾッとした。いや、庄司はドキュメント見てないんで。うん、フランス行ってたんでね。うん、ゲレイの良さ、判断と左足のキックですね。前線の選手に合わせて走り込む位置決めれるし、ただ普通に単純な対人の守備だったりとか、フィジカルクオリティを求められる場面はきつくなりますよね。そう。明日ね、チェルシーとスパーズもあるし、あと、トスト？川崎？うん、川崎トスを見たいんだよな。川崎の今シーズンどうなるか。そう。あとは、代表でピアニッシュシステム使うとしたらレジスター誰がいいですか？いや、難しいけど、田中碧かな、うん。普通にどっかのチームベースするっていうのはいいと思うんで、今あれだけ田中碧と大島と森田だっけ ?3 バック。あ、3センター。ちょっと見てないですけど。レアルの右ウィングが戻ってきたら、あの人がいいと思います。マルコアセンシオ。うん、もしくは、普通にバルベルデ入れて、モドリッチ入れて中に入ってくる形。うん。なんだろうな。あと誰だろう。エリクセンとか取れたら最高でしたけどね。バイエルンの現状は、いいって言われてるんですけど、キミヒが、対人で相手のドリブラーが強かったり、推進力あると結構振り切られるんですよ。バイエルンって今、2センターをキミヒと、キミヒとチアゴだったかな？で、キミヒが切り替えの時に、抑えるべきポジショニングとか抑えてるんですけど、そんなに上背がないのと、両サイドの蹴り分けはうまいですけど、サイドバックの裏とか、
カバーしながら中央も守ってみたいな、そういうところでちょっとね、なんていうのかな。もう、フィジカルのなさを技術で補いきれてないブスケツみたいな感じなんですよね、守備の仕方が。だそれこそ、センターバックが戻ってきたら、アルフォンソ・デイビス、左サイドバックがすごくて、センターバック、ズーレ戻ってきたら、ズーレと、リュカ・エルナンデスとかになるじゃないですか。なんで、キミヒと一緒にアルバを組ませるか、で、でもその後、チアゴ一列上げるとか、結局強いとこと当たるときに、キミヒの、その、守備のときの、なんですかね、下手ではないんですけど、すごい頭使っていい守備はするんですけど、馬力でやられちゃうか。だからね、キミヒ使うんだったら、ダブルボランチの相方をもうちょっとフィジカル検出とかそうしないと、国内だといいけど、チャンピオンズリーグのベスト8以上、まあベスト16でも強いところ空いたときついかなと。サイドバックで使ってほしいもわかるんだけど、サイドバックにも、あれがいいんだよね。誰だっけ、フランスのクリクリヘアの子。うん。すごすぎてアラバをセンターバックに追いやっちまう、アルフォンソ・デイビス。アルフォンソ・デイビスめっちゃいいよね。そう、パバール。あ、セレッソ置いたね。うん、それも熱いしね。うん、あ、パバール、ありがとうございます。パバール祭りだ。ブルーノ・フェルナンデスはかなりエジルに近いプレイスタイルを感じましたが、レオさんはどう感じました？ブルーノ・フェルナンデスはもともとね、ワールドカップ前もスカウティングしたし、獲得が噂された時もしてましたけど、ライン間で受けたりとか、フォワードの動きに合わせてライン裏走ったりとかがまず上手いですよ。あと、浮き玉のボールの処理が上手いです。シュート打つ時もそうだし、あとキックの種類が豊富。で、自分自身で考えながらプレイするから、ハーフタイムとかに、スポルティングの頃とか、監督に言って戦術を変えてもらったりとかあったらしいんで、それこそ今のスールシャールのチームにはぴったりだと思いますね。話戻るんだけど、ライプツィの選手ってみんなスパーズに合いそう。まあね、フィジカルをね、鍛えるのをベースにしてるから。だから、ああいうふうに、一人一人のフィジカルというか、1対1の強さのところを、まず求めた上でそこに戦術みたいなチームだから、うん。なんか、アンジェリーノとかさ、アンパドゥとかさ、チェルシーに戻ったら、シティに戻ったら、今のところはちょっと主戦力にする、主力にするのは怖いけど、みたいな選手が行くにはすごいいいチームですよね。エジルやないかい。その特徴はエジルや。でもな、ポルトガル国籍やね、ほな、エジルちゃうか。エジルやったらドイツやもんな。トルコいうのもあるけど、エジルの場合はドイツや。でもな、そいつエメリとソリ合わんねん、エジルやないか。それはエジルや。エメリとソリ合わないエジルだっけ。もしくはトレーラー。アンパドゥ、リーグ戦出てなくて9個出た、あれはすごい。まあね、守備機会の少なさってもあると思いますけどね。ライプツィのライマー、モドリッチのプレイスタイル似てませんか？あ、そうだね。体そんなにサイズはないけど、激しくいくみたい。でももうちょっと守備寄りの感じはしましたけどね。チェルシー、カンテ怪我か。チェルシーの場合はな、最初に思ったシステムとかプランがハマんない時のセカンドプランが弱すぎるよね。相手のシステム上弱点になるところをつくような選手の交代とかしなくて、普通のフレッシュ交代ばっかりだからね。まあそんな感じで一個一個ね、説明させていただきまして、また気になるところとかですね、こう、僕が説明しきてないところ、一応ね、リアルタイム分析やんなかった、リアルタイム分析も通常動画でもやんなかった、アタランタの方はすごい細かく説明しましたし、で、普通に通常動画作った、ドルトパリサンジェルマンは語ってないところ。で、他のリアルタイム分析のやつは、試合中に分からなかった疑問のやつを試合後のやつで喋ってるスパーズと、あと試合中に、お、いろいろ当たって嬉しいねって言ってたやつなんで、あとはこのね、配信。生で見てる方、見てない方、アーカイブで見てる方で分かんない方は、多分日曜日生配信するか、同日月どれかは、その、ニュースザフットボールやりますんで、そこに来て直接聞いてくれたら嬉しいです。で、もっと細かく聞いたいとか、コミュニケーション取りたいよって人はですね、オンラインサロンの方、入っていただいたりですとか、ね、さっきのね、イベントとか来ていただけたら嬉しいです。なんで、そちらの方もよろしくお願いします。あ、レオさんにいつも通りの金ペーペン見れますよって送ったんですけど、どうでした？あ、金ペーペンしてましたね。うん。本当ね、トゥヘル監督のワイプが欲しかったですけど。
あ、田中はボックスとボックスで攻守に走り回らせて、バルデベルデみたいに育てたい。まあ、それもできそうなね、サイズはありますけどね。ただ、視野の広さとね、ミドルシュートの良さがあるから、低い位置のプレーの方がいいのかな、みたいなね。だ田中を、順調に育ったら、田中を入れ口、斎藤光希とかの3センターとかなんのかな。うん。あ、久保か。久保もいるし。まあでもこういうのをね、ああしてこうしてこうしてみたいなね、そういうのがあるね、監督だったらいいんですけどもね、どうしてもね、今の監督だとね、ちょっと苦しいところがありまして、うん。それでもね、なんだかんだ調子のいい選手が揃ったりとかしてね、組み合わせが良かったらね、勝ち進めるのがね、短いコンペティションの大会なんで、絶対やらないな。まあ4123のね、この、なんですか、精度の高め方っていうのをね、見つけるのが、まあ、こう、今までやったことをやれないっていうのが、そういうね、アップデートしない指導者にあることなんでね。なんで、まあ、そういうふうにいろいろやっていきましょう。なんで、この後はですね、レオザフットボールがですね、今、サッカーのことがっつり語りましたけれども、まあ、会社だったり、学校だったり、そういったところのね、恋愛だけではなく、こうね、いろいろ、どうすれば、うまく、人生を楽しめるのかっていう話をね、していきたいと思いますんで、もう3、4分後にはやると思います。これに関するツイートをした後に。なんでぜひともですね、そちらの方にも遊びに来てください。というわけで、皆さん、いいね、チャンネル登録して帰ってね。レオザフットボールでした。バイバイ。